ねえ、今度ケンちゃん家遊びに行っていい？え？よっちゃん、ご迷惑でしょ？あ、気にしないでくださいね。ごめんなさい。うちのクラス、男の子が少ないから人数が増えて嬉しいのよ。ね、よっちゃん。うん。小出さんって、ももちゃん家のお隣に越してきたの？ああ、はい。じゃあ、ももちゃんのママとは仲良し？まあ、はい。仲良くさせていただいてます。一緒に登園する程度だけど。そうなのね。今度遊びに来てねって社交辞令でも言えばよかったかな。でもうちアパートだし、男の子は元気だろうしな。その点ももちゃんはお行儀いいし。あら、これよっちゃんって子も持ってた。かわいいね。うん、これね、よっちゃんと一緒に動物園で買ったの。私の家ね、前はマンションでよっちゃん家とお隣だったんだよ。一緒にご飯食べたりお泊まりもしてたんだ。だけど今のお家に引っ越してからあんまり遊ばなくなっちゃった。そうなんだ。あの可愛いお家は建てたばかりなのね。でもあのよっちゃんのママとももちゃんのママは仲良しだったの？全然そんな風に見えないんだけど。こんにちは。ももかがいつもお邪魔してすみません。あの、これよかったら。ああ、美味しそう。手作りクッキー。ありがとうございます。よかったらお茶でも。ありがとう。でもももか、これからピアノなの。ももちゃん、行くわよ。はーい。ももちゃんは習い事をたくさんしてるね。ケンちゃんも何かやりたいことある？あ、ぷぷぷぷん。歌とか習ってみる？ぷぷん、空に。え？何の音？かすかにピアノの音？それと、なんだか不安な夜。